We've got a 35-year-old male with severe trauma. He's not breathing.結婚生活は人のように命があり尊いものです。体が病気になれば治そうとします。諦めません。生きる可能性が少しでもある限り、何度でも癒しを求めるのです。結婚は永続する尊いものであるという考えが希薄になることは、広範囲に影響を及ぼしています。懸念があり話していますが、希望も抱いています。結婚も同じであるべきです。主を探し求めれば、主は私たちを助け癒してくださいます。過ちを許し、欠点を克服し、関係を強めるために主の御霊の導きを求めてください。生涯を目指す結婚には、離婚は想定されていません。